こんにちは。新大リメンバーの高橋鈴香です。新大リメンバーの星翔です。宮下優香です。よろしくお願いします。で、先ほど5件目 ES の書き方が地下編どうでしたか？あ、でも結構身になったよね。今まではこれ刺さるのかなみたいなエピソードが全然刺さんなかったりとか、うん、書く順番とかも具体例みたいなのを全然言ってなかったから、はい、入れた方がいいなっていうふうに思いました。という感じでね、6限目も元気にやっていきたいと思うんですけど、6限目は ES の書き方、志望動機編です。志望動機ってやっぱり一番難しいっていうか、一番差別化しづらいところだと思うんですよね。なので今日はその志望動機の書き方を一から岡本さんに教えていただきたいなというふうに思っております。はい、かしこまりました。岡本さん、また6限目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。うずうずの岡本と申します。就職活動のですね、サポートをもう10年以上ずっとやってきておりまして、ひろさんチャンネルという就活のアドバイスをする YouTube チャンネルを運営しております。本日はよろしくお願いします。では早速志望動機の書き方を教えていただきたいんですけど、志望動機で困ってることってありますか？志望動機ちゃんと書けてますか皆さん？そうですね、自分の能力がどう会社に生かされるのかっていうものが一番伝えられないです。なるほどなるほど。志望動機、星君どんな感じですか？志望動機、僕やばくてですね、志望動機が理由でめちゃくちゃ落ちるんですよ。へー。で、フィードバックとかいただいた時に言われるのが、なんで君が私たちのところに行きたいのかわからない、別の企業でもいいじゃないかって言われちゃうんですね、うん、っていうところで僕はすごい困ってます、本当に、うんうんうん。まず初めにもう志望動機の構造、どういう風な順番で書けばいいのかっていうのを教えていただきたいです。はい、かしこまりました。どういう風なことを達成できれば志望動機としてまず OK なのかっていう風なところでいくと、志望動機を伝えた結果、この人を採用したらうちの会社で長期的に活躍してしっかり利益生んでくれるだろうな、そう思ってもらえる内容になっていたら OK です。長期的にっていうところが重要なんですけど、やっぱり新卒採用って採用した後すぐに活躍できるかっていうと教育期間があるので、そこに対して人件費だったり教育費だったりをかけた上で未来にしっかりと活躍してくれる人を採用したいという風に思ってるんで、すぐ辞めちゃう人じゃなくて長期的に働いてくれる人を採用したい、こういうふうに思ってます。じゃあそれを伝えるためにどうしたらいいのかっていう、その構造のところでいくと、シンプルにですね、まず最初になぜ志望するのかっていう一文、私はこういった理由で御社を志望していますというふうなところを言った後に、次に伝える部分っていうのは自分のメリットを話してほしいです。自分はこういうふうな未来やっていきたい方向性があって、それが御社であればこうこうこういうふうに実現できるからのような自分のメリットを話す。そしてその次にですね、自分のメリットだけじゃなくて、私があなたの会社に入ったらこういうふうに貢献できますよ、利益を生み出せますよというふうに採用企業側のメリットを話す。この2つがですね、重なってる部分っていうところが志望動機になるみたいなイメージで思っていただければなというふうに思います。もうちょっと詳しくいくと、例えば高橋さんの場合だったら、今は志望動機うまくいってないっていうふうなところで2社落ちたっていうところでいくと、自分のメリットだけになってしまってて、旬ダイアリーチャンネルでやってるところでコミットして伸ばしたいという、ここはすごくバッチリ具体的にできてる一方で、それとこの会社に対してこういうふうに利益をもたらすぞというところが足りてない、今の目の前の旬ダイアリーのところに一生懸命になっちゃってるんで、なのでじゃあ別に私のところじゃなくてよくないっていう、こっちがちっちゃくなってるんで、改善の方向性としてはそこで今培ってる旬ダイアリーの経験をこの会社の利益にどうつながるだろうなとか、この仕事でどういうふうに活躍できるだろうなというふうなところを考えて相手に伝えてあげるっていうことをすると良いんじゃないかなというふうに思います。メリットっていうと、自分がどういう風になっていきたいからそれが御社と合うっていう風に伝えればいいと思うんですけど、自分の将来のビジョンとか自分の目標っていうところに厚みを持たせられるというか、どういう風に話していったらいいんですかね。わかりました。ダメな例をいくつか挙げるとよりイメージしやすくなるかなと思うんで、ダメな例をいくつか挙げようと思うんですけれども、例えば社会貢献したいとかはあんまり良くなかったりします。ダメなんだ。なんでダメなのみたいな風なところでいくと、周りの友達とか社会貢献したくない人いますか？大概みんなどうせ仕事するんだったら誰かの役に立ちたいなって思ってるんですね。っていう、その誰もが思ってることを自分もやりたいですという自分のメリットで伝えた時にどうなるかっていうと、応募してくる100人の中のトップ 3% に入るような、そういう人材を取りたいと思って採用活動をしているっていう時に、みんなが思ってるのと同じことを言ってると、どうしてもトップ 3% に入ることが難しくなったりします。その代表的な例が社会貢献したいっていうようなところだったりとか、あと例えば、生きていくためにしっかり稼いでいきたいんですとか、
これも同じで、稼ぎたくない人なんていないんですよ。っていう時にみんなと同じになっちゃうんですね。誰もが思っている生活のための金稼ぎみたいなところでいくと、それを伝えたとしてトップ 3% 入れるかっていうと入れなかったりとかするんですね。そういった視点で考えていくと、良いもの悪いものっていうのが判断しやすくなるかなっていうのが思っていて、じゃあ逆に良いものってどういうものかっていうと、就職したら毎日やることっていうのはその仕事を毎日するんですね。当然ですけど、例えば IT 業界の営業職で就職したのであれば、 IT の商材を取り扱って売り上げを上げるということを毎日やっていきますというふうなことを毎日やるので、その内容が自分のやりたいこととどう重なっているかっていうのを伝えられると、シンプルに、じゃあそれが毎日やりたいことだったら、うちの仕事でやることと一致してるから良さそうだねとか、その仕事を毎日やった先に IT の商材がどんどん売れるようになった先に自分はどうなりたいのかっていうところを話してくれたら、それはうちの中のキャリアで実現できるから、やりたいことを叶えていけるうちだったらというふうに、メリットとこっちの会社でできることの合致する部分として相手にイメージ持ってもらいやすくなるので、そういった仕事の内容、職種に関することというところで話をしていくと、プラスに思ってもらいやすくなったりするかなと思います。なんでそれをうまく伝えるためには、その仕事について詳しく知るということがすごい重要になります。ホームページとかっていうと誰でも見れるし、書かれてる内容同じだから、みんな同じ内容書いてあったりとか、まあ、ホームページだけじゃなくてワンキャリアの公開されてる志望動機とかもそうなんですけど、被っちゃうと思うんですよね、他の人と。それを志望度を高く伝えるためには、どういう風にして工夫していったらいいですかね。そうですね、そういう視点で言うと、 OGOB 訪問で直接アポを取って、そこで働いている人の一時情報、ネットに公開されている情報ではなくて、生の情報を取りに行くということをしている、そういうふうな人であれば、本当に志望度が高いからそういう行動をしているんだろうなというふうに伝わりますし、例えば OGOB 訪問であれば、その仕事やってて何が嫌ですかとか、どういうことが辛いですかとか、今まで辞めたいと思った時どういう瞬間ですかとか、お客さんからどんなクレームもらえますかとか、そういうこと聞けるわけじゃないですか。そういう一時情報をもらった上で、あなたの会社の仕事ってこういう大変なこと、こういう辛いことあるだろうけれども、私はそことこういうふうに向き合って乗り越えてここまでたどり着こうと思ってます、こういうことが言えると、それってすごく実際の仕事の中身を見た上で、裏側の大変なことを見た上でやりたいと思ってくれてる人だから、ミスマッチになりそうだねという、だんだんとそのオリジナル性が増していくようになるので、そういったまず情報の取り方だったり、取る角度というところでグイッと差別化していけることができるかなと思うっていうのが1点目と、2点目がどういうところかっていうと、自分のメリットのところが一番のやっぱり差別化ポイントで、その会社の働いてる人の情報とかを取ってきたとしても、その人と話せば同じことが言えてしまうといえばそうなんですけれども、でも自分のメリットって自分にしかないものなので、そこも自分のエゴですねっていうところがしっかり出せていれば、それって志望動機で公開情報の話だけじゃなくて、やっぱり自分にしか言えないストーリーだったりっていうのが入っていると、志望動機としてもオリジナルのものになっていくんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。自分のメリットの伝え方が分からなくて、じゃあ仮にそういうサース系のところで話をすると、